はい、皆さん前で前で、マイどまいどロングのね、お姉さんカットだね。こちら、宿毛矯正かけた後だね。まあ、茶髪にね、毛染めしてるんだけどね。まあ、こういう形、宿毛矯正かけるときは、よく濡らすことだよね。一液つける前にね。ね、薬を薄めながら塗るってことだよね。髪の毛の水分と一液を混ぜて薄めながら塗る。当然ね、傷んでるところは水分量が多くなるしね。傷んでないところは水分が少なくなるしね。それで調整するような感じあるよね。あらね、 宿毛矯正のね、一液をね、ま、刷毛でも何でもいいから塗るんだけど、結構ね、こういう繊細な作業になるよね、毛染めしてる人に関しては、毛染めしてなかったらね、前回分ひっくるめて適当に塗ったくっときゃ OK なんだけどね、毛染めされた途端に急に難易度上がるからね、宿毛矯正ってのはね、よく注意してね、施術するようにね。で、ほら、毛染めして宿毛矯正かけてるとね、 中間から毛先がね、どうしてもバサ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 するんだけどね。できる限り触んないで切った方がいいね。切りたくなかったらご家庭でストレートアイロン軽くかけるようにね。指導した方がいいね。これね、表面ツヤがねえからってね、中途半端なことやるとね、一気に痛むからね。酸性使おうが何使おうが、やっぱりパーマ液はパーマ液だからね。痛むとね、跡がないからね。まあね、髪の毛が生きてればね、なんかつけてもいいけどね、酸性の縮毛矯正剤とかね、弱い縮毛矯正剤ね、濡らして薄塗りだよね。 酸性の縮毛目標ではよく現役のまま塗れって書いてあるけどね。あれは根元の健康毛に対して現役のままだからね。多分ね、傷んでる毛先やこういう毛染めしてる人はね、やっぱり濡らして薄塗りした方が無難かな。カットね、これ見えないね。ノーテンションカットね。コームで押さえただけで切ったんだよね。正確に言うとコームに乗せて切ったって感じか。コームを裏,裏側から入れてね。あの、刈り上げの時のすくい切りだっけあれみたいな感じだよね。もう最近はね、 ドライカットは徹底的にね、ノーテンションにこだわってね、もう髪の毛をね、触っちゃいけねえみたいなね。<laughs> とりあえずはね、挨拶代わりに横切ってね、長さを見ると。で、長いのか短いのかね。あとね、横切りながらね、お顔の周りにレイヤー入れたいのかね。全体にね、毛先にレイヤー入れたいのかね。どのぐらい好きたいのかね。こういうのも聞きながらやっぱりね、切ってね。必ず長めで終わらしてるってことだよね。でね。 長いようだったらまた一番最後にちょちょっと切ってね、調整。もう、シャギ入れたり、スイタ入れたりするとね、長さ決めると簡単だけどね。でも、レイヤー入れたりするとまたレイヤーの部分も、まあ入れ直しになるけどね。まあリスクを減らすっていう意味でね。まあ長めで終わらせておく、ね。最初の、この挨拶程度のカットはね。まあこのカットに関してもね、もうネタがなくてね、喋ることないからね。はい、お疲れ様でした。